ベースメイクは大事なんですが、そのベースメイクに裏技としてやっぱりこう健康的な肌を見せる。この濃い方の色でちょっと手でやりますけども、一番やってほしいことはこの目尻のこういうところって結構赤黒いんですね。だ目尻の部分、それから小鼻のこの赤み、こういうところって結構そのままになってます。これだけ消すだけでもやっぱり赤抜けしますよね。でファンデーション塗られてなかったとしてもちょっと明るいのを少しちょっと荒削りやりますね。説明なんです。この T ゾーンね、ここ運気がストーンと入ってくると言われてます。これストーンと運気入ってくださいねって、ここにスッと入ります。でここで止めます、運気ね。で顎先とかにも入れます。ちょん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 とこうですね。あとはですね、ちょっとこう手で持ったね、口角のところに明るい色を入れます。こう口角ですね。ほうれい線のところのこの部分がありますね。ここに幸運ってありますね。これ幸運ゾーンって言いますね。幸せゾーンです。だからこのほうれい線からちょっとこの上の部分がふっくらしてるだけで幸せな顔になります。で健康ゾーンっていうのはここですね。だから肌がきれいに見せるところはこの部分、ほっぺたのこの部分を健康ゾーンと言います。ここの山からこの中に入れます。山からこの眉頭に向かってパウダー入れる方が目元が大きく見えます。ここですね、この部分がちょっと細いんです。これをちょっとふっくらさせてパウダーで描いて、ここからは眉山からは眉頭に向かってこう入れてきてください。そしたら眉頭の部分は自然なグラデーションがつきやすいです。こう入れていきます。ちょっとですね、細いとどうしてもしっかり者に見られるんですね。でちょっと太めにして柔らかい印象にする方が目は大きく見えます。人懐っこい感じですね。チークの場所ですね、黒目の端の下から小鼻の延長上ぐらい、ここににっこり笑ってください。はい、出ます。この部分を色付けましょう。外に入れると外を膨張しますので、ちょっと中に入れましょう。どうですか、ふっくらしてきました。ここ入れましょう。そしたらより若くなります。入りました。血色良くなりますね。顎先軽く入れます。で目元にもちょっと入れます。で血色を良くすると今度はハイライトでグラデーションします。はい、上向いてください。目の下からこのチークの上にハイライトで明るくします。これはコンシーラーの塗るところと一緒です。ハイライトですね、明るくしたいところで T ゾーンです。これだったら別に素顔、ね、素顔の状態にちょっとこうパウダーをかける程度なんで、そんなにメイクしましたでないけども、どうですか、血色良くなりましたね。